オッケー。徳島、の剣山見のこしから、三礼三宗のピストンで、5月に控えた近江の奥掛け道の装備チェックに行ってまいりました。まあなんかちょっといろいろ思うところがあって、まあまたそれはちょっと説明しながらなんですけど、とりあえず持って行って装備したものと思ったこと、ちょっと気づいたとことかを一緒に説明できたらなと思います。はい、これもうちょっと天候がすごく悪くてズブズブやったんで、もうさっきに車に乗った時に着替えちゃいました。なんで、実際着てたものがこちらです。まずどっから行く、はい、レインウェア。レインウェアは OMM の軽いやつ、上と下、はい、でこれすごい軽くて行動中も割と着てました。で剣山は熊笹がすごく多いんで、雨が上がってる時も割と腰から下は熊笹が濡れてて、あのレインスカートも一応持っていったんですけど、やっぱレインスカートだけだともう膝下がひどいことになるんで、はい、なんで割と着用率が高かったです。それでこの OMM のやつって裾がこういう感じでちょっとねキュッてなんない形状なんですね。なんで僕はこういうバンドで適当に買ってきて、バンドで足首をくくって使ってます。そしたらなんかちょっとバタバタせずにすごくいい感じです。あとまあこれトレッキングポールまとめたりとかにも使えるんでいいかなと、ちょっと便利で気に入ってます。でこれは収納は使わないときはこのこっち側の内側のポケットにズボンを入れて使ってます。はい、それでで大体今もう使って出しちゃってるんですけど、レインウェアのポケットには、この OMM の、ミトンを入れてます。はい。これ今、ちょっとこの中にもう片っぽあるんですけど、はい。はい。2枚をこう入れてます。でもまあちょっと、今回本当天気が2日ともすごく悪かったんで、この中ちゃんとね、シーム処理とかはされてるやつなんですけど、もう中はもうあの結露でね、もうズブズブになっちゃいました。はい。まあでも結構、どうだろう。5本指とかだと、結構こう、脱ぎ着した時に、やっぱりこう、入りが悪くなるんで、僕はどっちかっていうと、脱ぎ着があるんであれば、雪とかじゃなくて、普通の雨で、雪、脱ぎ着があるんだったら、やっぱ濡れたまんま手突っ込んだりとかする。機会がすごい多いんで、ミトンの方が着脱しやすいかなと思ってます。はい、で、あ、これもう一個ね。はい、で、あとパンツは、アークテリックスの夏のなんか名前わからないです。はい、これ今日履いてました。これで、ベースレイヤーは OMM のコアの T シャツの方ですね。はい、で初日はこれとこれでした。で2日目はもっとこう荒れて寒かったんで、この上にコアプラスコアフーディプラス重ねてこれです。でこれは就寝着で使ってました。寝る時に、この上にこのコアプラス着て、下は、ズボンを脱いで、コアタイツ、あとコアソックスを履いて就寝してました。はい。まあ、全然寒くなかったです。で、あとは、靴下は、この、ちょっと汚いんですけど、ドライマックス。ね。ドライマックス。使ってました。はい、今んとこ、なんかトラブルは一切ございません。はい。はい、でこれ、ちょっと汚いですけど、パンツ。なんですけど、これね、なんか、なんとかっていう名前は忘れたんですけど、裏表と、なんか裏表、前後ろ、前後裏表がないっていうやつで、まあ、僕、やってないけど、なんか、前後ろと裏表で4回履けるっていう強者もいらっしゃるようです。はい。
じゃあちょっと一回止めてください。はい。で、靴は、もう2足目になりますけど、あの、アルトラのローンピークを使ってます。つま先は、今これちょっと剥げてきたんですけど、ここがね、結構ベリッと、もげてきちゃうんで、これ一応今はシューズグーだったかな。なんかこう補強材で前もってなんかこう、プロテクションしてます。これまたこう剥がれてきたらここをね、またカッターとかハサミでちょきちょきちょきっと切って、で、またあの、パーツクリーナーとかで脱脂して、この上からまたもう一回ちょっと補強材を塗るような感じです。これはもうほんと通気性有志、優先なモデルなので、もちろんゴアテックスも入ってないんですけど、ただ、防水性が高いやつとか、気密性が高いと、浸水しにくい代わりに、一旦入ると、なかなか乾かないんで、僕はもう、濡れてもいいから乾く方優先で、はい。まあ、年中、こんな感じ。なんで、毎日、基本的に靴下は、あの、午前中とか、晴れてても午前中は、だいたいその、あれですね、トレイルの葉っぱとかの朝露で濡れて、だいたい午前中は靴下濡れてます。はい。な感じですね。だいたい昼ぐらいには晴れてたら乾きます。はい。結構気に入って履いてます。はい。次は、外から行こうか。これトレッキングポールです。G パックスのカーボンのトレッキングポールです。ちょっと、今回ちょっとシェルターでちょっと思うところがあったんで、ちょっと、もしかしたら、交換、違うのを持っていくかもわかりません。はい。で、これは、ザック。ザックは、ハイパーライトの40リッターかな忘れたけど、ね、モデル名は忘れました。はい。で、外側から、あ、これ、靴下のこれ。これは、はい、これがレインスカートですね。レインスカート。これも G パックスのレインスカート。はい。これ結構夜雨が降った時とかに、シェルターで荷物をこうちょっと、くるんだりとか、そういう使い方も、ブランドシートのチームとかにもなったりとかで、割と、レンスカート以外の使い勝手が非常に良くて気に入ってます。うん、で、これ行動食は、プロテインバーとかああいうのと、併用して塩辛いもんもあった方が嬉しいんで、ポテトチップスとベビースタを砕いて入れてます。だいたいこれ750ミリのモンベルの、はい、容器です。で、これは、トイレ用品ですね。トイレ用品。で、あ、これソーヤのスクイーズですね。で、これは、ヘッテンは、マイルストーン。まあ、なんか最近出た、名前忘れたけど、なんか比較的新しい。乾電池型のモバイルバッテリーが、使えるやつです。で、こういうところにこんなの入れてました。だいたいサイドポケットはほとんど、こういうやつですね。はい。と、アミノ酸を入れてます。で、これは、ベルト部分は、こっちが、水。で、これちょうどiPhone、Pro Max とかが入るサイズで、でもちょっとこう、雨の日に iPhone とかで録画するのが、グローブの脱ぎ着がどうしても必要になるんで、もしかしたらちょっと奥掛けは、GoPro を使おうかなと思ってるんで、奥掛けの時はこっちはもうちょっと大きい。パゴワークスのちょっと長いやつに交換するかもです。はい。じゃあちょっとこれですね。はいね。あとこれ。はい。これウエストバッグ。ハイパーライトだ、持ってきたんですけど、ただ、中ちょっと浸水が結構目立ちました。割と止水ジップで、まあ多分なんかこう、水に強い素材なのかもしれんのですけど、普通につけてただけでね、これ見える。見えます?ちょっと寄って見える、結構浸水が目立ったんで、ハイテールデザインだったかな、ウサギのやつを持っていこうかなと思ってます。はい、はい、
と水ですね。水もう今これ帰りなんで、もうぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃなんですけど、ペグケース。ペグケースは、ちょっと泥汚れが落とすちょっと時間がなくて、結構夜中に、夜にシェルター用意した後に天候がすごい崩れて、急遽撤収して避難小屋に逃げ込んだんで、はい、ちょっとペグをきれいにする時間がなかったんで、ジップロックにとりあえず入れてます。これ、予備です。予備で。これ大体2つ大体4リッター分予備で持つようにしてます。大体、どうかな ?2、3リッターぐらい傾向するのが大体普通よくある感じです。で、これ最初はこの中にエアマット入れてました。はい。で、これが G-PAX の、ワンポールのシェルターです。ワンポールのシェルターで、名前も覚えてないんですけど、かやなし、前側のガバガバに開いてるやつなんで、もう、雨風って、風の向きが変わったら、もう一撃で終了のモデルで、これはちょっとね、ほんと、軽い、すごく軽いんですけど、一応保険で持って行ったんですけど、やっぱり保険って、もしもの時に、安心できないと保険の意味がないなっていうところで、すごくこう考えさせられる一晩になりました。一応風向きとか考えて設営したんですけど、まあ雨入るし、あと風向きが変わったらもう一瞬で終了な状態だったんで、寝れません。そもそももういつ倒壊するんだろうかとか、いつ荷物がぐちゃぐちゃになるんだろうかっていうことを心配しながらだったら、まあ、一晩ぐらいって結構イージーに考えてたんですけど、寝れないです。なんでイコール休めないです。だからちょっとこう、ちょっと今のところは、ブラックダイヤモンドのこのトレッキングポールをこう柱に2本なるね、ディスタンスかなんかっていうシェルターを、があるんで、それは割と、風とか強いんで、そっちにこうちょっとシェルターで持っていこうかなっていう、まあちょっと考え中です。はい、これブランドシートですね。タイベックです。もうびちゃびちゃっすね。全部すべてがびちゃびちゃ。はい、これがなんかいろいろごちゃごちゃ入ってるメガネケース。僕、コンタクトなんで、メガネケースです。で、これ、モバイル関係ですね。モバイル関係で、モバイルバッテリープラス、この、ゴールゼロのライト入れてます。なんで、GoPro にもし変えるんだったら、これに GoPro の、予備バッテリーと充電器が追加されるようになってます。一応、保険で、これ、入れてます。で、後ろは、ちょっと、気温が、ちょっと分かった方がいいかなっていうことで、はい、こういうやつ使ってます。で、ハイパーライトのフードコンテナかな、使ってない時この中になんかいろいろ日用品入れてました。この、ね、歯ブラシとか、これ歯磨き粉じゃないんですけど、歯磨きのスプレーとか、コンタクトの液体と、これは CDB クリームで、これの今回飲んでないですけど、はい、このダルマとトラですね、全部。はい、はい、これ。で、この入っているデザインの方は、エマージェンシーですね。ちょっと、これは、なんだ。あ、このソーヤの逆噴射。と、これなんかノーブランドの買い物バッグですね。なんか、で、結構奥掛け、やっぱ、数日になるんで、エスケープルートも少ないんで、とりあえず膝と足首のテーピングは持つようにしてます。あと、あとこっちが、救急。ね。なんか、予備のライトだったり、これ、針と、糸と、ダクトテープ。軟膏。固形燃料
ね、固形燃料とライターの予備、これ替えのコンタクトですね。コンタクトレンズの替え、あとこの中に、爪切りとファイヤースターターとナイフで、もう一個ライターと絆創膏かな、各種絆創膏、あと毛抜きもあります。毛抜き、はい、じゃあ毛抜き、あとこれ、これは着火剤ですね。これ着火剤、もうこんな入れてます。カトラリーっていうの、カトラリーは何だったっけ、なんか忘れたけど、これやつ、これあのくっつけれるんで結構長く使えて、あのアルファ米とか食べるのにすごく便利で気に入ってます。これなんか拭き取りの河川のタオル、今回はちょっとあの袋麺、食べる予定だ、食べたんで、750のスノーピークの750と300のあのこういうポケル使ってました。はい。ちょっとあのバーゴの1リッターのボットとちょっとどうしようかなっていう。そっち洗うのが蓋閉めてガシャガシャするだけですごい便利なんで、バーゴに変えようかこのままでいこうかすごい検討中です。でこれは、ソットのアミカスだったかな、確かバーのと、はい、であとボディカンのちっちゃい方ですね。でこれビビですね、ソルの、はい、ビビです。これを、ドライサックとして使ってます。でこれがご飯用、もう最終日降りるだけだったんで、この中にあのエアマット入れてます。サマレストのウーバーライトの、ロングですね、180ぐらいの長さの長い方です。はい、あとはまあご飯ですね、ご飯で入れてます。よいしょ、最後かな。でこれが基本あんまり濡らしたくないもので、よいしょ、これがコアタイツ、これ就寝用ですね、就寝用コアタイツ、置くとこないな、どうしよう。でこれコアソックス、就寝用。で今回は OMM のなんだこれ、マウンテンレード、マウンテンコア125ね、持ってきました。8度から10度ぐらいのハイシンズ用のシラフなんですけど、ちょっとこう雨があれやったんで、河川で結構暖かかったです。山小屋の中で標高が1800m とかそれぐらいのとこで、これ単体で全然寒くなかったです。で外でシェルターで、山小屋入る前のシェルターで寝てる時もこれとこれだけで全然大丈夫でした。はい、あの壁もほぼないシェルターで全然行けましたんで、はい、大丈夫かな。結構意外と暖かかったですね。んで枕はなんかいいもの、なんかあのこのおうち枕っぽいやつで、これ着替えですね、着替えの予備の着替えで、コアティと先のあの4回履けるかもしれないパンツで、基本着替えはこの T シャツパンツで、あとさっきのドライマックスのソックス1個だけで回してます。で基本的にはあの昼間に汚いもん履いて、夜は就寝着に着替えて綺麗なもん着て寝る、でまた朝汚いの履いて外に出かけるとみたいな感じです。あとこれ持っていってます、ペラペラの、あ、名前知らない、はい、以上です。はい、まあなんかこんな感じで、まあなんかちょっといろいろね、なんかこう2日間の悪天候の中歩きまくって
ちょっと改善点とかいろいろあったんですけど、はい、なんかこう皆さんのまたなんか装備の参考になったらありがたいかなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。おっす。